はい、どうもいつもお世話になります。億万長者合宿ですね。で、前回の億万長者合宿のメッセージは、まあ実績がなくてもね、人を稼がすことはできるっていうことなんですよ。でも多くの方はね、自分が100万円とか200万円とか月収で稼いでるからこそ月収100万の歌い文句ができると思ってますけども、まあそうではないんですよね。別にね、自分が例えばね、東大出てなくても東大に送り込めることはできるんですよ。きちんと攻略法さえ知っておけばね、自分は行けなかったけども他の人行かせることはできると思うんですよね。まあそう思うのか、それともそう思わないのかっていうところにも一つマインドブロックがあるわけですけども、じゃあですね、まあ箱根駅伝の監督の例もあったんですけども、まあでもね、これ箱根駅伝の監督の例は特別ですよ。あれがみんなできるってことではないと思いますよね。まあでもね、みんなできないからこそ一部のできる人が際立つってことではビジネスも一緒なのかな。うん、実はね、私ちょっと何を話そうかと思ったら、私が麻雀店をやってる時と、あとはネットビジネスに参入して、いた時なんですけども、私はまあ広島市で麻雀店をやってたんですよね。広島でも有名な場所だったんで、まあまあ、私は有名じゃなかったです。でも無名だったです。でね、私はね、店舗をやってたその下地があるからネットビジネスがうまくいったのかなと思ったら、そうではないんですよ。だって麻雀店ですよ。で、麻雀店のお客さんに別に速稼塾を売ってるわけではないんですよ。麻雀店のいうのがあって、そこの従業員やお客さんという人脈ってのがあったけども、それとは全く関係ない未知のフィールドで速稼塾っていうものを売ったんですよね。まあ、ですんで今これ見てる方と一緒なんですよ。別にね、会社っていうものに属してて、そこに毎日出勤してて、そこの人間関係に商品売らないといけないのって、そんなことはないです。でもそれをやるのが一番早いですけどね。でもそうではないところに、いきなり久保哲郎って存在と速稼塾って存在をボーンと打ち出して、塾アフィリエイトですよってやっても、別に1億円売れるわけなんですよ。いや、売れたわけなんですよ、私はね。で、そう思うと、私の時は細かいマニュアルもないし、動画ものね、精度が悪いですし、スマホも 3GS だったですよ。ボロいですよ、全ての仕組みが。で、しかもそのインターネットのビジネスっていうのは浸透してなかったんですよ。メルカリっていうのもなかったですからね。何もかもないわけですよ。そんな黎明期といいますかね、夜明けの時間帯にですね、ネットビジネスって言っても、いちいち説明しなくちゃいけないんですよ。ネットビジネスは何なのか、要するにマーケットが耕せてないん で、そういうところからスタートしても大丈夫なんですよ。でも今はね、ネットビジネスとかアフィリエイトって言ったら通用するんですよ。メルカリ転売って言ったら通用するんですよ。 YouTube って言ったら通用するんですよ、ね、LINE アットも当時 LINE もなかったですからね。 Instagram も当然ないですし、そう考えたら当時の方が打つ手は少なかったんですよ。で、サンプルも少なかったですよね。検索すれば何でも出てくるような、そんな時代ではなかったんで、今とは全然比較にならないです。今は当時有料で出てたものでも無料で探せる時代なんで、当時はね、有料のものを買うしかなかったんで、きつかったですよね。だから条件はすごくいいです、今。すごく良くて、SNS の活用もされてて、で、場合によっては何かの塾に入ってるわけですよ。そしたらそこの塾の中に売っていけば売れるんですよ。だからいろんな条件が今いいんで、いや、これでもしね、2ヶ月3ヶ月経っても10万とか20万とかっていうのができないんだとしたら、これはもはやビジネスやってもしょうがないんじゃないかなと思いますよね。もしくはなんか大きな勘違いをしていたりとか、人に物を売ることに恐れていてですね、ビジネスマンとして何を恐れなくちゃいけないかってこと、今日のオチで申し上げますけども、それはね、売上が立ってないことなんですよ。それは恐れないといけないですよ。でも人に物を売って、その人にもしかしたらね、売り込みしたら嫌われるかもしれないってことは全く恐れる必要がないです。もし嫌われるとしたら嫌われてください。そういうふうにね、自分から物を買ってくれない人はいらないんですよ、ビジネスをしてる上で。そう思いませんか？自分から物を買ってくれない人ばっかりがね、100人友達になりました。どうやって売るんですか？友達じゃない人に売るんですか？それこそね、ものすごくね、いい加減だと思いますよ。無責任だと思いますよ。やっぱり友達に商品売ったら、やっぱりヘマはできないんで、サポート細かくするじゃないですか。そういった気持ちで全く知らない人にも向かっていかないといけないのに、なぜかね、関係の薄い人には商品売りやすい、売ってほしい、買ってほしいとかね、売り込みもう何ですか、買ってくれればいいなとか思っちゃって、信頼関係濃い人に売れないものをね、信頼関係薄い人に売ろうとする、その根性はもうビジネスとしては言えないですよね。だからそこは改めてですね、自分の友達、親兄弟、身近な人、いつも会う人に自分の商品は勧められるほど自分の商品洗練されてるのか、自分のサポートに自信があるのかってことなんですよ。で、そこがないから、いきなり知らない人が、例えばね、
なんか教材売ってくださいって言ってもそれはビビって売れないと思いますよ、うん、そういうことでは全然ダメですね。それこそね、別に100万円とか200万円のもの売れってわけじゃないんですよ。まずは3000円のもの売ってみてください。3000円が売れないんだったらもうビジネスできないですよね。特に自分の生活を支えるようなビジネスは月収30万とか50万とかもう無理なんですよ。3000円が売れない、5000円が売れないとか、しかも今おいくつですかって、何歳ですかって感じじゃないですか。もう時間がないわけですよ。40代過ぎると時間はないんですよ。そこでネットビジネスやりたいんだけどビジネスできない、物を売れない、なんですかねって思いますよ。そういう人はもうね、波紋にもならない。もう鍛え直してやるんでメッセージください。稼げるはずです。あなたにもできる。あなたにはできますよ。できるんですけども、一番できない、邪魔をするのはあなたなんですよ。もうちょっと話しましょうか。精神力と心ってのは別物なんですよ。精神力ってのは自分が持ってるものです。心ってのはね、どっちかっていうと自分のものであるような気がするんですけども、実は他人みたいな関係なんですよ。心ってのは自分の都合関係なく、あっち行ったりこっち行ったり、へしゃがったりげんなりしたり、ハイになったり、本当にね、始末に負えないんですよ。もう暴れ馬みたいなもんなんですよね。でそこを精神力で制御するんですよ、ね、だからこれがマインドセット、これがマインドセット、心がマインドセットです。で心マインドセットじゃない、マインドブロックか、心がマインドブロックです。いろんな思い込みによって勝手に動きます、マインドブロック、心は。でそれをね、自分の精神で制御していくんですよ。右に行け、左に行け、突破しろ、それそこは戦うなとかね。でそのマインドをセットするから、セットアップするんですよ本当に。だからマインドセットなんですよ。このマインドブロックをどんどんセットアップしていくからマインドセットっていうんですよ。でこれができるようになったらマスターマインドなんですよね。マインドをマスターするわけですから、マインドの主人なんですよ。自分の精神力でもって自分の心という不安定なものを制御していくんですよね。だから恐怖とかにも立ち向かっていける、勇気も出ると、希望も自分で持てると、自分を励ますこともできるというふうな感じで自分の人生を操っていけるんですよね。ぜひね、マスターマインドになってもらいたいなと思います。それでは失礼します。